明日天気になれ。お疲れ様です。今回紹介する商品はゴジットさんの、ゲルクッションです。ゲルですかジェルだと思ったんですけどゲルです。なんでこの商品気になったかっていうと、もともとゴジットさんからベーグルクッションっていう大ヒット商品、あ、そうです、うん、人気商品があって、うんうん、でそれ売れてる商品があったので新商品出ていいのが出たんですよっていう情報をいただいたので、うん、そう、あ、気になると思って実際商品送ってくださったんですよね、うんうん、撮る前にで見てみて、で実際に送ってくださったんです。ちょっと使ってみたんですよ、はいはいはい、そしたらやっぱ休憩中だったりデスクワークの時に、うん、座ってる時本来お尻骨当たるじゃないですか、はいはいはい、お尻の骨椅子に当たるんですけど、うん、そこ当たらなくって痛くなかったんですよね、うん、なのでそれ今このご時世リモートワークとか、デスクの椅子はふかふかだけど、うん、お家でデスクワークするってなったら床に何でしょう、こういうクッション家にはないよとかっていう方多いじゃないですか、うんうん、でそういう方たちにいいのかなと思って、なるほどね、ちょっとはいゲルタイプを入れてみたんですよね。使ってみてよかったってやつですね。そうです、うん、で入れてみました、うん、で何がいいのかというと、はいはい、商品の特徴なんですけど、うんうん、そもそもゲルって何って感じで、なるほどね、はい、ベロンこのこんな感じのがすごいな、このカバーの中に入ってるんですけど、なんか二重構造になっているんですよね。ここが中心で、何でしょう、上と下で分かれてるっていうのか、左右で分かれてるっていうのか、はい、ダブルハニカムゲルって書いてある、はい、ページに。そうです、ダブルであるので、なので結構どんな体重、何百キロもいったら俺ちょっと多く分かんないですけど、何百キロの人はあんまりいないと思うから、うん、そうです、通常の体重の人座る分には、うん、しっかり体重を分散してくれるというか、なんか何でしょう、椅子に座ってるっていうよりなんかちょっと、いや浮いてるっていう表現も違うかもですけど、負担が少なく座れるっていうか。なるほどね、はい、あ、でもそのハニカム構造とかって結構なんかすごいいい構造っていうかね、なんていうか、そういうふうに聞きますからね、はい、多分体重分散できるんでしょうね。あ、そうですね、うん、パッケージにもなんか体重って体重かかるけど弾力で押し返してくれるみたいな感じのことを書いてあります、はい、でも本当にそれそうだと実感できました。なるほど、はい、でさっきからちょっと見てて思ったんですけど、はい、それいわゆる円座クッションですよね。あ、そうです、円座、あ、そうです、ここに穴が開いてるんですけどなので地の方、うん、とかあと産後のママとかにもお尻ちょっと、うん、弱いっていうかの方にもおすすめできる商品で。確かにね、はい、その贅沢品っていうのもまあいいですけど、うん、それよりも悩みを解決できる商品ってめちゃめちゃ貴重じゃないですか。そうですね、ね、季節でこっちメッシュ素材でこっちがベロアベロアチックな、うん、はい、裏表、うんうん、素材が違うので季節によって変えるなり使い分けができます。どっち座ってもいいんですよ、うん、はい、通気性も良さそうだし。そうです ね、これもゲル自体も穴開いてるので、うん、はい、いいと思います。でも取り外しできるってことは、そうです、これそうです、ぐるっと取れるので、うん、カバーとゲルを分けて、うんうん、でゲル洗っても OK です。水洗い、カバーはもちろんゲルも洗っても OK、 OK なんですよ。それは嬉しい。そうです、ずっと使えますよね、うん、なんかこういうのってなんか汚れとか溜まってちょっと綺麗好きな方はちょっと使いたくないなっていう人でも洗えるので、うんうんうん、ずっと使える商品かなって思います。なるほどね、なんかそれをファスナー閉じちゃってそれだけ見ると何気ない普通の便座クッションに見えるけど、はい、実はめちゃめちゃハイスペックっていう。そうです、本当そうです。でなおかつこの薄っぺらさと、確かに、本当な、なんでしょう、軽いんです、なんせ軽いんです、うん、ゲルなんで、うん、いや、いいかも。僕も運転長距離結構するんで、あ、いいと思います。そうです、本当運転、なんでしょう、ずっと座んなきゃいけない環境の時って、うん、なんか床ずれじゃないですけど、あの立ち上がった時になんかうわーってなる。そうです、うん、それが多分軽減されるっていうか、ちょっと欲しいかも。はい、でそんななりますね。パッと見たら別にそんなに良さが分かんないかもしれない。説明聞かないと絶対買わないもんうわ、よかった、うん、説明できてよかったです。いや、これは結構貴重な動画なんじゃないですか。あ、やっ
った、うん、そうです。リビングにもオフィスにもドライブにも、うん、いろんなシーンで手軽に持ち運びできるんで、うん、いいと思います。色もピンクと茶色があるんで、うんうん、男女問わず。なるほどね。年齢も問わず。でもさっき欲しいって言いましたけど、はい、気になるお値段なんと、はい、税別で1800円です。なるほど、それなら買うやった、ありがとうございます。3000いくらとかしたらちょっと、まあ、そうですよね、うん、ちょっと手出にくいから悩みますけど、うん、1000円台だったら結構買い、多分その設定価格も上手なんですよね。なるほどね。1000円台だったらちょっと手出すかっていう。これって店頭で座れるようになってるんですか？あ、そうです。椅子の上に実際にこうやって置いてあるので。あ、じゃあぜひ試していいからね。そうです、うん、ちょっと5分ぐらい座っててほしいです。あ、まあ行列できるかもしれない。はい。じゃあぜひ試していただきたい商品です。なるほど。はい。バイヤーさんおすすめっていう感じですね。はい。いや、はい、本当におすすめします。なるほど。はい。在宅ワークで快適にお仕事ができると思います。うん、ゲルクッションの紹介でした。よろしくお願いします。